There's a big difference between talking and reporting, especially right now with a fire hose worth of news coming your way. You know what helps? Having reporters in the field. I'm Brad Milkey from ABC News, and that's what we've got on ABC's daily podcast, Start Here. Every morning, Start Here takes you across the country and around the world for a quick, smart look at the stories that matter. It's fast, it's straightforward, and sometimes, gasp, news can even be fun. So let's meet up tomorrow morning. Listen to Start Here wherever you get your podcasts. 毎週火曜日のこの時間は、神戸金文のブラッシュアップです。は朝、い、刊、えー、を読んでいまして、朝日新聞に出てた記事を紹介したいと思います。はいえー、私のふるさとの群馬県で起きたことですが<ー>、えー、県立公園群馬の森にある朝鮮人追悼碑の撤去工事が始まったというニュースが、はいまあ昨日の TBS のニュースでも流れてましたけれども。はい おこの群馬の森って、私、子どもの頃から行ってた公園なんですよ、本当に広くて、大堀公園の3分の2ぐらいなんですけど、池が全部地面だと考えたら、はい、大堀公園ってやっぱり広いんですよね、まあね、40ヘクタール近くあって。はい、群馬のの森26ヘクタールですけど、はい、子供の頃はもう 限りなく広い公園という感じで見てましたここに、えーまあ、戦前の朝鮮人労働者、あ事故やあなどで亡くなった方々がいますので、はい、追悼碑が建てられたんですね、2004年に。<ー>えーまあ、それを撤去する工事が始まったということで、まあ、多くの反対運動もある中で,で、えー、群馬県があ踏み切ったんですけれども、はいあのこ、ここはですね、あん まあ、実は県議会も全会一致で設置に賛同していて、アジアの平和と友好を願う内容を刻んだ日というふうになっているんですが、はい、まあその日の前での集会で、強制連行の事実を訴えたいなどの発言があったことを問題視した県が、こ、うんえーま、この、えー、利用をです、ね、認めないという態度を出しまして、設置の許可を、この更新を拒んだんですね。 でこれについて裁判があって、一審は県が違法、二審で逆県が逆転勝訴、そして最高裁で確定し,し,したんです。だここの、えー、日の設置の許可を更新しなくてもいいということになったと。で、群馬県の山本一太知事ですね、は,い、えはあ会見でですね、あのまあ、運営の仕方のにルール違反があったと。 ういうことを挙げていて、日の目的は皮膚に中身に問題はないというふうにも言っているんですね。うんはい、えー、まあ、こうした中で工事も始まったんですが、えー、まあ、実はこういう朝鮮人追悼碑については、あの日本中で撤去を求める人たちの。 要請活動が広が広っている,いるんですでこれは、あの、私が、あの、去年も取材しましたけど、関東大震災で朝鮮人が虐殺されたことに対する追悼碑についてですね、えー、虐殺はなかったと、これデマですよ。はい、虐殺がなかったなんてデマなんですけど、はい、それを信じちゃってる人たちが、はい、えー、ま、あの、真実の追悼祭をやるんだっていう形で、<ー>えぇ、ー、ま、犠牲になった方は、 233人にとどまっていると、これしかいないんだという、うん、これはあの朝鮮人が殺,を殺したということで、刑事事件に問われた人がいるわけです、はい、日本人で。はい、その、えー、刑事事件の被害者の人数の集計なんですが、うん、これは全くこう全体のごくごく一部にとどまっていることは明らかなんですね。うん、だけど、233人は、まあ、彼らの言い方によると、日本に対する暴動を起こして、 それに対する自警行為の結果、殺されてしまったんだけども、うん、まあ、それはそれで、えー、追悼をしようじゃないかという。ちょっとねじれた形で、うんえー、その、薬節がなかったという人たちがやってるんですね。うん、で、これに対して、あの、大揉めになったんですけど、実は群馬の森の追悼費についても、同じ団体が、えー、撤去を要望しています。うん、つまりですね、あの、まあ、群馬県知事は、あ 運用の仕方にル,ルールに違反してたんだと言っていますけれども、うん、結果的にあの、デマを広めていってる団体たちの、はい、意見を採用して、えー、日を撤去するという結果的にですよ。そうなってるということなんです。うん、で、えー、今日の朝日新聞の社説でも書かれてましたけれども、戦前の日本を美化する風潮が強まる中、一部の勢力から抗議を受けた県が、 政治的中立を盾に事かで主義に陥っているとすれば、歴史改ざんに手を貸すことにもなる、極めて危うい事態だというふうに、朝日新聞の社説も書いています。はい、これは全く私も同感で、<ー>あの東京都で、えーその、朝鮮人虐殺の慰霊碑について、えーまあ、いろんなもトラブルが起きているわけですね、抗議,を抗議が来て、はい、守ろうとする社説と。目的はですね、多くの人がこれは考えていますが、 あの両方とも政治集会だということにして、慰霊式典自体を中止し、慰霊費を撤去させる、これが目的だということは、団体も言ってるんですよね。はい、だからあの、自分たちが慰霊祭、真実の慰霊祭をやりたいというよりは、これをやることによって、あの相対的にしてしまって、慰霊祭ともう一つあるじゃないかと、うんうん、両方揉めてるんだったら、両方中止させてしまえとあの、東京都が命じることを求めて、うん 狙っている。その結果、非の撤去につながればと。はい、で、同じ団体が群馬のものについても、も今回、えー、いろいろな、えー、主張をして、県に要請もしています。えー、判決に従い、早急に礼影を撤去せよなどと訴えたというふうに、うんえー、産経新聞の、えー、去年6月の記事には出ていました。しかし、あの、判決は撤去まで求めてないんですよね。でこの件については、あの、 韓国でも,ものすごく大きく取り上げられていて、またかと、こうやってこう国と国の間がこう乱れてしまう、この件については、撤去を求めている側とそ、それに加担してしまっている知事の立場には私は立てないですね、私のふるさとであり、群馬県の同級生たちがいっぱい県庁にもいますけど、この件に関わって、 出されているんじゃないかと思うと、なんかげんなりしてしまう。う歴史改ざんの流れに、あの、後押しをするようなことになってしまってはいけないわけで、あの、日自体の有効について願うことの日は、問題ないというんだったら、その日自体を存続させて何が問題があるんだろうと。うで10年以上前の発言について、えー、今、 あその後の、<ー>もう何もないのに撤去するという決断については、極めて大きな違和感を持っています、うん、知人の判断についてですね。なんかふるさとが少しけがされてきているような気がして、うん、でこれは群馬の森の問題だけじゃなくて、えー、日本中でこういうことが起こりうる、最初のせんになる可能性があるんです、あ<ー>福岡でもありますから、日は。こういったことを認めてはいけないと、私は強く思っています。うんはい さて、えー、8時40分過ぎのキャッチアップではどんなお話をはい、え佐藤屋のお,お話をしたいんですが住み込みで佐藤屋をしている人のインタビューです、うん、はい。樋口清則です僕が喋る我思うゆえに我ありがラジオを飛び出してポッドキャストで放送中です僕の持論哲学を RKB アナウンサーの武田紗恵アナと喋っています 固定観念や規制概念をぶち壊すポッドキャスト番組我思うゆえに我ありぜひお聞きください